じゃん。うん。この後ろ側で。ここでいいかな。ここでいけるかな。炭入れようか。結構汚れてるなこれ。え？うん。だからちょっと使ってみようかな。Thank you. 着火剤入ったってやんな、これ。夜行で。今から始める。お肉かな。この後ろ側。ぶちまける。じゃじゃん。山盛りやな。
言うてるやん。ピヨンズムズム。海普通に見えるやん。このままひっくり返ると、じゃん。まだ来て3日目のジープ。3日4日目使い方が全くわからんけどな。でも無事ここまで来れました。かっこいいっすよねこれね。この前たまたま水たまりをちょっと上走った時にちょっとここ汚れた、この汚れたのがなんかかっこええやな、ジップっぽくて。醤油入れます、火ついてるほんまにこれついてるの。モニモニ動いとる、めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてるこれ。うわ残酷やな、これは残酷やな。めっちゃ動いてる。はいはい。あちゃ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 、プラスチック溶けるかな。あ、すごいですね、いろいろ出てきますね。ちょっと火通しすぎたかな。あ、そう、ちょっと火通しすぎたな。熱熱熱熱。あールーシーが、ルーシーが、ムカンはうまっ、うまっ、よし、あー汁がうまっ、あー牡蠣も焼くでよ。開いてきた、開いてきたな。どんだけかけんねん。あ、でも干からびてる感じやからもう焼けてるなこれ。あ、うまそう。あ、いいな、プリプリやで。うん、うまっ。めっちゃクリーミー。クリーミー。身がごっついから一口じゃとてもじゃないけど。あず。炙りは持ってきて正解ね。うん。
チャリンコ持ってきたけど使わず。なんと暑いからか知らんけど、あれ出しとんな。泡みたいな。泡っていうか、あの、口というか。ほら、こう口無理、出しとるもん。あまりにも暑くて。ほら。いや、ほんまや。かわいそうやけど。食べさせていただくわ。かわいそうやと食うねん。まあ、でも一生懸命動いてるもん、ほら。いいねや、ほんまやな。逃げ出そうとしてんねやろな。こっち動いてない。そっちもう死んでしもうた。あかん、もうあかん、もうあかん、もう限界や。もう断末魔や。申し訳ないな、俺食うで、今から。すごいな、この草つうの動いてるもん。かわいそうやな。なんかすげえかわいそう。食うくせに。まあ食うくせにな。そういうことで今日はとある民宿で生きておりますが、ジープを買って、まあ今で3日目なんですけど、ちょっと皆さんがやってるような、こう、キャンプ的なことの真似事をね、したくてやってまいりました。バーベキューもね、バーベキューを趣味としてるわけじゃないので、普通のアカリアと、あの、ユニセラ TG3、この二つ体制で、やってまいりましたが、無事、一日が過ぎようとしております。やっぱいいね。何度見ても。かっこいいですよね。やっぱアメ車のファンになりそうですわ。アメ車って意外と口に出せなかったですけど、あの、コルベッタとかトランザムとかああいうの、思ってるように、やっぱりかっこいいんですよね。ヨーロッパのそういうベンツとかアウディとか、BMW とかありますけど、まあ性能はね、どうかわからないですけど、かっこよさはね、やっぱ個人的にないんで、最近は特にアメ車やと思ってます。ジープかっこいいっす。あの、だから近くに温泉があるらしいんですが、車じゃ行けねえだろうっていうことで、チャリンコも買ってみたんですけど、これそういうようにね、飲んだ時乗るように。だけど、なんかね、YouTube のコメントで指摘があったんですけど、チャリンコもダメらしくて。で、調べてみたらやっぱチャリンコもなんかダメらしいんで、何もできないように、一応今日は放置してます。なので、温泉は今日は行けません。まあ、ということで今日はもう普通に施設の中のシャワーでも浴びて、一日終えたいと思います。鳥の鳴き声だ。鳥じゃない。虫か。うん。何虫やん。スズムシ。ですね、この施設は照明もついてるんで、夜バーベキューも安心です。とりあえずもう今日はマクロケなんで、ほら、今日はごちそうさまです。それじゃ皆さん、また明日。あかんやん、カゴ。ん？近い。ハマグリ。見たかどうかわからない。
そのもん。病院行き。大丈夫。バイバイ。開けてないの。うめえな塩そば。うまほんま油つけなあかんねやろな、これも。あー、くっつくかな。うん、くっつくんちゃう。火ついてんの？火ついてるで。おいしょ。いけてんじゃん。いけてる感じ。とりあえず今、和歌山のとある場所に来ておりますが、ジープを買って4日目ぐらいなんで、嬉しくて、まあ、キャンプ道具とか何も持ってないんですけど、一回バーベキューのモノマネをしてみたいなと思って、ここまでやってきました。とある駐車場です。まあ、ネットで探してください。出てきますから。ということで、これでお開きにしたいと思います。あとは、後片付けして、帰るので。それじゃあ皆さんまた。ジープ、ジープ、ジープ。ジープと、ジープ。ついに買ってしまいました。ちょっと今から喜びを表現したいと思います。喜び。